フリオ・ジョーンズはアラバマ州ホーリー出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のテネシー・タイタンズに所属している。ポジションはワイドレシーバー。プロボールに7回出場している。高校時代はワイドレシーバーとディフェンシブエンドとしてプレーした。高校3年時の2006年には75回のレシーブで1306ヤードを獲得 16TD を挙げた。 2007年に、ルイジアナ州バトン・ルージュで行われたナイキキャンプでは40ヤード走で4.55秒、垂直飛びで98.0センチメートルを記録した。アメリカンフットボール以外にもバスケットボール、陸上競技チームにも所属しており、総幅飛びで7メートル40センチメートル、3段、飛べで14メートル52センチメートルを記録するなど、2006年、2007年の州のチャンピオンとなった。 総高飛びでも1メートル98センチメートルを記録、週の2007年屋内チャンピオンとなっている。短距離走でも100メートル走で、自己ベスト11秒13を記録した。ライバルズ .com からは5つ星をつけられ、2008年の全米ナンバーワン WR に評価された。2008年2月6日、アラバマ大学に進学することを公表した。 一年時の2008年より彼は活躍、全米3位のジョージア大学との対戦では5回のレシーブで94ヤードを獲得、22ヤードの TD レシーブを上げた。ライバル校のテネシー大学戦では6回のレシーブで103ヤードを獲得した。さらに2週後の全米16位のルイジアナ州立、大学戦では7回のレシーブで128ヤードを獲得。 オーバータイムには23ヤードの決勝 TD パスをキャッチした。フロリダ大学とのサウスイースタンカンファレンス選手権では64ヤードの TD パスをキャッチするなど活躍したが、チームは20から31で敗れた。この年彼58回のレシーブで924ヤードを獲得 4TD を挙げて、カンファレンスのセカンドチーム及び最優秀新人に選ばれた。 一年目の活躍に対して ESPN は、ダラスカウボーイズで活躍したマイケル・アービンと比較を行った。また NFL のスカウトは、アリゾナ・カージナルスのラリー・フィッツ・ジェラルドとの比較を行った。二年時の2009年には、ジョージアドームで行われたバージニア工科大学との開幕戦ではこの年、ハイズ・マン賞を受賞するマーク・イングラム・ジュニアによる乱攻撃で相手を圧倒するなど、 4回のレシーブで46ヤードを獲得するにとどまった。シーズン初 TD を上げたのは9月下旬のことであった。メディアからは2年目のジンクスと書き立てられたが、ルイジアナ州立大学戦で決勝となる73ヤードの TD レシーブを上げるなど、102ヤードを獲得。オーバーアン大学では、第4球に同じドライブで3回の第3ダウンを更新するキャッチを成功するなどの、 活躍を見せた。チームは、レギュラーシーズンを12戦無敗で終え、カンファレンス選手権で、フロリダ大学を32-13、BCS ナショナルチャンピオンシップゲームで、テキサス大学を37-21で破り、カレジフットボール全米チャンピオンとなった。3年時の2010年は78回のレシーブで1133ヤードを獲得、7TD を上げた。シーズンで彼は、 大学歴代2位の179レシーブ、2653ヤード、歴代4位の 15td を挙げた。この年彼は、チームメイトのマーク・バロン、マーセル・ダリウス、バレット・ジョーンズと共に、AP 通信により、オール・アメリカンに選ばれた。2011年1月7日、彼は、チームメイトのマーク・イングラム・ジュニア、グレッグ・マッケロイ、マーセル・ダリウスと共に、 最終学年には進学せずに NFL ドラフトにアーリーエントリーすることを決定した。大学での通算成績2012年のプレイオフ2011年の NFL ドラフト一巡全体6位でアトランタ・ファルコンズに指名された。彼の指名をするため、ファルコンズはトレードアップを行い、2011年の一巡27位、二巡59位、四巡124位、 2012年のドラフト一巡、四巡の五つの指名権をクリーブランドブラウンズに渡した。同年7月28日、4年1620万ドルの契約を結んだ。第九州のインディアナポリス・コルツ戦でプロ初 TD を挙げた。この年54回のレシーブで959ヤードを獲得、新人最多の 8TD を挙げた。2012年、 79回のレシーブで1198ヤードを獲得 10TD を挙げて初のプロボールに選ばれた。この年チームメイトのロディ・ホワイトも1000ヤード以上を獲得、ファルコンズにとっては第33回スーパーボールに進出した1998年以来2人のレシーバーが1000ヤード以上を獲得したシーズンとなった。チームは13勝3敗で NFC 第2シードで、 プレーオフに進出した。ディビジョナルプレーオフのシアトルシーホークス戦では、試合最後のプレーでヘールメアリーパスをインターセプトした。2013年、第5週のニューヨークジェッツ戦での足の負傷により、10月9日、シーズンのり試合を欠場することが発表された。2014年4月29日、ファルコンズは5年目の契約オプションを行使した。 第13週の試合では10回のレシーブで自己ベストとなる189ヤードを獲得した。翌週のグリーンベイパッカーズとのマンデーナイトフットボールではその記録を更新する259ヤードを獲得した。この年1試合を怪我で欠場したものの104回のレシーブでチーム記録となる1593ヤードを獲得した。2015年8月29日。 ファルコンズと5年7150万ドルの契約を結んだ。この年2012年にカルビン・ジョンソンが記録した1964ヤードに次、ぐ NFL 史上2位となる1871ヤードを獲得した。またピッツバーグスティーラーズのアントニオ・ブラウンと並ぶ NFL トップの136回のレシーブを記録、レシーブ回数も2002年に インディアナポリスコルツのマービン・ハリソンが記録した143回に、次、ぐ、NFL 歴代2位の記録であった。3度目のプロボールに選ばれるとともに、オールプルファーストチームにも初めて選出された。この年の活躍で、NFL トップ100選手の8位に、ランクされた。2016年、第4週のカロライナ・パンサーズ戦では12回の、レシーブで300ヤードを獲得、1TD を上げた。 NFL の試合で300ヤード以上獲得したのは、ジョーンズで6人目のことであった。この試合で QB マットライアンは503ヤードを獲得した。この年彼は83回のレシーブで1409ヤードを獲得、6TD を上げて、3年連続4回目のプロボールに選ばれるとともに、オールプルファーストチームにも2年連続で選ばれた。ニューイングランドペトリオッツとの 第51回スーパーボールでは4回のレシーブで87ヤードを獲得。チームは28から34で敗れて、スーパーボールリング獲得はならなかった。2018年11月のクリーブランドブラウンズ戦で104試合目の出場にして、レシーブ獲得1万ヤードを超えた。これは NFL 史上最速の記録であり、これまでの記録保持者は115試合目で達成した。 カルビン・ジョンソンであった。2019年のジョーンズ2019年シーズン開幕前に3年6600万ドルで、ファルコンズと契約延長した。このシーズンでは、第4週のテネシー・タイタンズ戦で、通算127試合目にして、レシーブ獲得が1万1000ヤードを超え、第16週のジャクソン・ビル・ジャガーズ戦では142試合目に、して、レシーブ獲得1万2000ヤードを超えた。 いずれも NFL 史上最速の記録となっている。2020年はハムストリングの怪我の影響もあり、9試合の出場に止まった。ジョーンズはこのシーズン終了後にファルコンズを退団する意向を示した。2021年6月、テネシータイタンズへトレード移籍した。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。